今回は練習をデザインするというテーマでお話しします。ピアノの練習を始める前に、まずはその日に行う練習をデザインすることが大切です。行き当たりばったりの練習は生産性がとても低くなりがちです。今回のレッスンでは練習をデザインするときの基本的な考え方を一緒に学んでいきましょう。それではレッスンを始めます。よろしくお願いします。 その日の練習をデザインする第一歩はその日できるようになりたいことは何なのか考えて課題を設定することから始めますご自分の理想と現実をよく照らし合わせ今何をできるようになる必要があるか今向かうべき具体的な課題を探しノートに書いてみましょう次にその課題をクリアするためにどのようなステップを 踏んでいきなり高い壁を飛び越えようとするのではなく低い階段を何段も作るイメージです最低でも3つのステップに分けるように習慣づけましょう例えば1小節から20小節までを四分音符80のテンポで弾けるようになるという課題を設定したらステップ1右手だけ 四分音符80のテンポで弾けるように練習する。ステップ2、左手だけ四分音符80のテンポで弾けるように練習する。ステップ3、両手で四分音符40からテンポを一つずつ上げていく。といった具合です。こうした作業を課題ごとに行います。とても地道な作業ですから、 一見大変な遠回りのように見えてしまいますが長い目で見るとやみくもに練習している方が成果を出すのも大変ですし時間も多くかかってしまいますノートに書くことでブレることなく進めますし課題やそれぞれのステップが間違っていたらどのように修正したらいいのか考える時の題材ともなります少し意地悪く聞こえてしまうかもしれませんが 考えているだけは何もしていないのと同じというのが私の口癖です。考えは必ず見えるようにしておきたいものです。ここまでお話しして終わるのも不親切ですから、今回のレッスンでお話しした課題とステップを書き込めるフォーマットを用意いたしました。プラクティスノートと名付けましたが、 無料でダウンロードできるようにしましたので、ぜひ試しに使ってみてください。ダウンロード先のリンクは動画概要欄とコメント欄に載せておきます。プラクティスノートを活用し、電子をデザインする習慣を身につけていただけましたら幸いです。今回のレッスンはここまでです。この動画が役に立ったら高評価ボタンを押していただけますと励みになります。 ピアノスペース YouTube チャンネルではピアノの練習方法や演奏に役立つワンポイントレッスンをお届けしております。これからもいろいろな動画ピアノレッスンをお届けいたします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録してチェックしてみてください。またピアノスペースのウェブサイトでもピアノに関するいろいろな情報を発信しております。さらに踏み込んだピアノ奏法やピアニストとして活動していくノウハウは ピアノスペース公式ノートにて公開しております。ぜひチェックしてみてください。それでは楽しいピアノライフを。